分かってるから、あのギャラクターちょっと会えたし、すいませんね、もう頼みますよ、はい、私もちょっと恥ずかしいの、先見させてください、頼みますね、はい、合わせてください、はい、あ、じゃあそこの2人も遠目に見ないでちょっと賛成してて、よろしくお願いしますよ。さあ、誰だっけ、先見てないもん ね、 ね、まあ、マジックちゃんとやりますから、このキャラクターはあんまりいいね、意識しないでよろしくお願いします。で、ここに10円と500円がありますけれども、立浦がお好きですか、分かんない、アサリ捨てますね。こちらは好きですか？僕も500円のが好きです。500円のが。私もじゃなくて500円のが好きなんで、3人とも仲良しですね。で、この500円ですね、こんな感じでちょっと今からね、この50円とこれから混ぜて、やばいで言う3人が好きですからね、嫌われ者の10円玉はどんどんなくなっちゃう、結局500円玉だけになってしまう、ね、はい、不思議でしょ。嫌われたら大体去っていく。拍手だけ。ちゃんとキャラはちょっと定まってないけどね。シャドウマジックやね。よろしくね。はい。で、このワゴムですね。ワゴムね。中国語でワゴム、ね。日本語でもワゴムね。ね、このくだり嫌だから言うてね、はい、大丈夫、大丈夫です、マジ結構笑ってくれるね、楽しみ、マジちょっといい感じね。このキャラね、このままで生きるね、でこの間はこんな風にしてもちろん、まあまあ真ん中から通らないわけだけども、マジックだからこれなぜだけどこれ通ってくるんだあの中国4000年の歴史あるから、そういう方調べてね、まあ、この輪ゴム、普通の輪ゴムがあるから、そこもね、盛り上がっていいから、死ぬ身なんで、大丈夫よ、うん、やるのか、自分で、ね、やるか、もうやれたら私帰るよ、もう、やれたからすごいね、これ、マジック好きなこっちだな。そうね、惜しいな、それで取れたらもう負けちゃう。ちょっと1個だけ貸して、1個だけ貸して、1個は持っといてもね。ほんで、持ち方説明ですね、親指引っ掛けて、両方の親指引っ掛けて、うん、それでそのまま飛ばないように握って、で、みんなが見やすいようにこう縦にしてもらう、OK、じゃあ、これでもう1回やってみるからね、ちょっとだけ前にしてもらって、見える、持ってた、明るいところのところですから。見えるか、じゃあこれここまで大丈夫、 OK ね、大丈夫ね、ゆっくりやるね、スローモーションでやる、上は通らない、下も通らない、大丈夫ね、この真ん中、中国にはね、4000年昔から気功というのがある、気功聞いたことあるかな、気やね、体からこの気を出す、気を出すことによってこのゴムの分子と分子が一旦外れる、その瞬間をめがけて抜く、食いついたじゃん、しょうもない、そんなことない、そんなことない、ズコミありがとうね、続けていく、これ押しで引いてゆっくりなぜってやるとこれ抜けてくるって言うの、お前もなんでな、わかんない、気候がなすわ、気候ね、あの季節の木にこうだよ、その気候やないからね、言うとく、うん、先に言うとく、気の子あんまり笑わなくなった。さっきのキャラマジックに集中してる、うん、いきなり笑わなくなった、ちょっとドキドキ、うん、こっちはマジックをしてマジキャラをしてる、うん、